はい、ちょっと久しぶりの動画になっちゃったんですけど、前回エンディング C まで見たんですよね。でそこまで見たからわかんだけどさ、このタイトル画面しばらくほっといた後に出る、なんだろう、デモ映像みたいなの、この映像すげえとこ使ってたなって今見ると思うんだよね。すごく良かった。こんなに世界が綺麗だって気づかなかったな。このセリフいきなりもうシーエンドの最後のとこだったもんね。トゥービーさんのメンテナンスを担当することになったんです。このシーンも結構最後のとこだよ。トゥービーの人形の、この記録を聞いた者がいたら伝えてほしいことがある。この トゥービー のセリフもさ、もし水没都市であの飛行ユニット調べないと聞けないセリフじゃん。私は彼に、まあ最初に見たり聞いたりしても分かんないもんな、この辺。ただまあどのシーン見てももう懐かしいよな。この辺なんかは序盤のとこだもんね。でもこれ最後だよ、 A2 の。あ、パスカル、このプレーうまっ。あー、この無能司令官、あれも懐かしい。こいつらを捕らえろって言われたな。司令官は結局なんか本当に肝心なことは知らなかったんだよな。うわ、もうアダムとイブとか何だったんだよ、もはや。ここは私の、私たちアンドロイドが主たる人類を守るように作られている。だだと分かっていてもやらなきゃダメなんだ。お前たち二人は最後のヨルハブタンだ。違う、ナイエス、あれはすげえ。俺こういう映像をさ、終わった後にもう一回見るの好きなんだよね。最後の文字あれなんて書いてあったんだろうな。とまあちょっとこっからは、まあ、C までは行ったんですけど、残ったエンディングが D と E、 そこまでプレイするつもりなんだけどさ、まあ他にもいろいろとやりたいことがあったりするので、それらを終わらせてから D エンド E エンドを目指そうかなと思っております。よし、まずはエンディング C の後にもらったアーカイブを読みましょうか。つっても俺はもう読んだんだけどさ、俺はもうじっくり読んだ後なんだけど、見てください、概要。当崩壊後の機械生命体ネットワークは崩壊したが、その残骸より収集された各種記録媒体には機械生命体及び異星人に関する未知の情報が多数確認されている。本分析では機械生命体ネットワークと全体を指揮していたと考えられているコードネーム N2、 通称赤い少女についての調査及び推察を取りまとめている。まあ、結局こいつがラスボス的な扱いではあったんだけど、機械生命体たちは異星人たちによって作り出された兵器であるが、その行動原理は敵を倒すという部分によって支えられていた。しかし行き過ぎた成長進化のシステムは創造主である異星人を滅ぼしてしまった。この辺はアダムが言ってた通りだね。あれは偽りなかったわけだ。この時点で機械生命体たちは敵を倒すという目的のためには敵が必要であると認知し、その目的を維持するためには現状の敵であるアンドロイドを滅ぼしてはいけないという矛盾した結論に達していた。これも最後の方で言ってたもんね。敵を滅ぼしてしまったら敵を倒し続けることができないので、敵を倒す、敵を倒してはならないという2つの矛盾を解決するために、機械生命体たちはそのネットワークに意図的に欠損を生じさせ、機械生命体の進化のベクトルを多様化させた。これが近年観測されたパスカル、森の王などの特殊個体と呼ばれる機械生命体の発生原因であると。だからネットワークから切り離されてね、そうそう多様化したって話はもう散々したけど、それすらも意図的にされていたんだね。一方、
欠損したネットワークは周囲の情報を取り込みながら自己修復を繰り返し、最終的には新たなネットワーク様態に固定化された。その成長過程の最終段階に、もうこの辺何言ってか半分わかんねえよな。旧型の量子サーバーに保存されていた人物の記憶情報をコアとして取り込んだ形跡が発見されている。サーバーは破棄されたゲシュタルト計画に関わるものであり、当該人物はその中枢に関わる人物のものだったようだが、名称などは記録に残っていない。ここがちょっとさ、前作の主人公のニーヤのことなのか、いやはっきりとは言えないけど、なのかなって思うとこあんだよね。うん、ゲシュタルト計画にの中枢に関わる人物で、かつ名称などが記録に残ってないってとこだから、あの前作の主人公ってさ、あの最後の最後のエンディングまでやると、世界からその人が生きてた痕跡を完璧に消されてしまうわけですよ。だから一切記録が残ってないっていうのは、あ、そういうとこなのかなと思わなくもない。だから N2 っていう通称もどっから来たのか分かんないけどね。考えすぎかもしんないけど、ニーヤ2ということに思えなくもない。人類情報を得たネットワークは新たにメタネットワークと呼ぶべき構造、機械生命体の言葉を借りれば概念情報に変化し、それが N2 として自我を形成するに至ったことが判明している。つまり我々は何百年もの間、人類の亡霊を核にした機械生命体のネットワークと戦っていたわけだ。存在すらしない月面の人類会議のために、滅ぼされないまま永遠に戦うことだけが決まっているクソったるの世界。これに何の意味があるか知らないが、くだらない進化を遂げた機械生命体にも、夜波計画を考えたクソどももいつか必ず全部ぶっ殺す。ケツ吹いて待ってろ、情報分析担当官ジャッカス。ここちょっとゾワッときた。はあ、これもしかしたらニーヤのニーヤシリーズ次が出たとしたら何か繋がってくるのかも失礼しんないね。結局夜波計画を誰が考えたのかは分かってないんだよ。 N2 は、ね、機械生命体たちはバンカーのバックドア、意図的に解放されたバックドアからこう侵入することで情報をさ、夜波部隊の情報を集めてたわけだけど、夜波部隊を、夜波計画を考えた人物っていうのは不明なままなので、そこがもしかしたら次があるとしたら関わってくる可能性はあるっていう話ね。まあ前回も触れたけどさ、あとはまあ 2B について、まあ前回はっきりとは言わなかったけど、 2B の正体は処刑モデルの 2E だったわけだよね。で、9S を監視するために同行されてたんだね、彼女は。まあ 9S が、なんかその辺腑に落ちないとこもなんか結構あるんだけど、まだまだ俺は。こう 9S があまりに優秀であるために、こう真実にたどり着いてしまうため可能性が非常に高いので、その都度 2B は何度も 9S を処刑していたっていうことなんですよね。だからやっぱり首を絞めながら涙を流してたとことかさ、AB、A エンディング、B エンディングの。まあそれを知るとやっぱ見方も変わってきたりするのかもしんない。すいません、結局なんか今回も長く喋ってしまった。で、ちょっとこれから何するかってさ、クエストを全て紹介したいわけですよ。って言ってももう 97% クリアしてて、あとちょっとだけなんだよね。クエストぐらいは全部やってから、まあ最後行きたいじゃん。やってこよう。ヘイブラザー、優秀なことでおなじみのスキャナータイプ。でもなんか見た目ほぼ同じだもんな。なんで 9S だけがそんな 2B に監視されてたのかっていうのが、その辺がね
他のスキャナータイプとそんなに差があんのかとか思うとこではあるんだよね。エネミーデータを集めてきてくれたんだね。そう、この人はあれだよね、あの個体データを集めてきてくれっていうやつ、機械生命体の。ようやくこの人が満足するレベルまで集まったんだよ。結構苦労したんだぜ。で、君のおかげで予定よりも 60% も早く収集できたよ。やっぱり同系は頼りになるな。いつまでこんなこと続けるんだろうね。 4S さんか。僕たちヨルハ部隊に帰る場所はもうないのに。僕たちだってやれることはまだあるはずです。情報収集は立派な戦闘支援ですから。支援する相手がもういないからな。分かってる、そんなこと分かってるよ。ごめん、ナインズに行っても仕方のないことだったね。もうナインズという呼び方が悲しいよ。これでエネミーデータ収集の目標はクリアした。協力してくれて本当にありがとう。サンキューブラザー。これ仲間のもんなんだけどもらってくれるかな。うん、はいはい。めっちゃくれるじゃんすげえいろいろくれるじゃん。じゃあね君は、ナインズは決して後悔しないでくれ。 9S なんかとっくに後悔まみれでしょ。これからどうするか考えないとね。トゥービー失った後だもの。これまでありがとう。え、それで終わんの？これまでありがとう。死ぬ気じゃねえだろうな。死に急ぎ野郎ばっかりだぜ。いや、個体データってのが、いや、まあ調べたんだけど 95% 必要って言われてさ、なんか C エンディング終わった時点で 87% ぐらいしかなかったから、必死こいて集めてきたんだよね。よかった、クリアできて。これでもうね、クエストあと1種類しかないはず。今のでだってクエスト達成率 98% だもんね。ダウンロードコンテンツのあの闘技場系のやつ除けばあと一つ。まず散々すでに尺使ったけど、今回これがメインのつもりで動画撮ってんだよね。ここだよ、ここ。来たかったのはそい、ここ入れんだね。で、さらに奥にエレベーターがある。いや、これを全然見つけらんなくてさ、この先なんだよ、エミールの住処があんの。散々探したけど全然見つけらんなくて、しまいにはもう調べたので、もうね、もう C エンディングまで行ったら俺はもうググるという行為を解禁させましたよ。エミールの家に行きましょう。あ、来たわ。あ明らかに一目でそれとわかる。走り生命体エミールの住居。予測しなくてもわかるわ。これでもうそれとわかるわ。なんかやたら古い代物家電ばっかり集めてない、あいつ。洗濯機とかさ、何に使うんだよ。テレビとかさ、お面が飾ってあんな。警告、物品の窃盗は住人の反感を買う可能性あり。取るよ。エミールのお面を拾いますか。これでエミールに怒られんのか。なんかめちゃくちゃ強え敵と戦う羽目になるらしいみたいなことは知ってんだけどさ、エミールのお面、エミールのお面つけてみたいな。あ、あった、エミールのお面あ、なんだ、もっと正面にかぶるのかと思ったわ。そういうつけ方すんのね。俺は正面につけてほしかったけどね。せばなんかこれ系いろいろあるよね、他にも。そう、アダムのメガネとか拾ったんだわ。アダムが身につけていたメガネ、装備すると知性が向上したような錯覚に陥る。錯覚ね、あくまでも。ああ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。あ、まあ、これ
これズービーとかにつけさせたいな。ちょっともうちょっとアップにならん？ちょっとなんか明るい場所でアップにできないかな。いやかなり少年顔だよね。これで殺すとか言うんだもんな最後の方。メガネいいな。メガネつけさせとこう。でこれで廃墟都市行ってエミールに話しかけると怒られたりすんのかな。怒らせる可能性ありとか言ってたけど、いや毎回あいつここ帰ってきてんのか。かなり地底深くだぜ。もうちょっと住処に適した場所あるだろう。道中多分カットしたけどめちゃくちゃ長かったもん。いたいたいた。ごきげんようエミール。買い物をしたいんだが、あてか実際には買い物じゃなくて、いや話すかな。最近物騒ですよね。そうだね。うちに泥棒さんが来たみたいで。あら怖い。でも今回は頑丈な入れ物に入れたので大丈夫ですお前 9S の頭に乗っかってるもん見てみ。盗品乗っかってるよ頭に。もうちょっと興味持って。 9S に犯人意外と近くにいるぜ。これあれか、もう一回行くのか。エミルんち面倒だな、あそこ遠いんだよ。移動しましょうか。トウよし、うまくできたかな。エミールんち、うわあるわ、厳重になってんな確かに。ただ相手が悪かったな。うん、ロック自体は柔らかいな。エミールの被り物、またその類かよ。大事にしまっとくもんじゃねえだろ。何に使うんだよエミールがこれを。エミール自身自分と同じ被り物持ってて何になるのあいつ。これはまた店に行けばいいのかな、エミールに。しょうがねえな。泥棒さんは、あっ、びっくりした。あなただったんですね。びっくりした、今ビクッとしたわ。まさか声かけ、おー、いる。組織中にも礼儀あり、お仕置きします。お仕置きってお前、だってこれ取られても困らん。おい、うわ、強え、ちょっと待って、強え、レベル99ってお前。いや、こっちもレベル99なんだけどさ、ちょっとなんか、プラグインチップ、脳筋な構成にしてて、全然守りのこと考えてないけど、大丈夫かな。今、どんなんつけてんだっけ。よし。攻撃も守りもしっかり固めてやったぜ。見とけよエミール、そう簡単にはやられ、うわ死ぬちょっと待って、この弾避けらんないだろ一旦全部回復しよう。弾けないのかこの弾。あ、いや武器振れば弾けるのかこの弾。ハッキングとかした方がいいのかな。じゃあ武器はガンガン振りまくってた方がいいのかな。武器の、うわ死ぬ待ってください、まともに攻撃できねえ。もうゴリ押してやるか。ん、大丈夫、なんか音声バグってるけど、攻撃していいんだよねこれ。僕の負けです。ああよかった、倒した。残酷な実力社会です。ここは自由に使ってください。そんなしょげることでもないだろ別に返すよ、そんないらねえからこの被りも。なあエミール、エミールよ。ああ、武器手に入れた。エミールヘッド、全然いつでも返すんですけどね。お、来たな。今手に入れた武器で武器のコンプ率が 100% になったんですよ。で一番最後のクエストの条件が、
全ての武器をレベル4にするっていう条件で、今のところこのエミールヘッド以外全てレベル4にしてある状態なんですよ。だから今手に入れたこいつさえレベル4にすれば最後のクエストを受けられると。ああ、これ拳なのか機械生命体の頭と似たようなもんなんだな。いやいや怖い怖いぜ、ちょっと明るいとこで見たいエミールの頭3つつけてる怖えよ。いやでもなんかまともに攻略できたって感じじゃなかったな。結局ゴリ押しで倒しちゃったからね。連続ダメージ防止とかつけてさ、とにかく死なないようにして殴り倒したって感じだから、あの弾全然避けられなかった。やろうと思えばなんかいろいろ武器とかプラグインチップの組み合わせでどうにかなんのかもしんないけど、もういいや、頭外そうメガネかけとくわ。よし、じゃあ正宗に強化してもらおうかな。ああ、自己紹介から入るんだ。チャプターセレクトすると。まあもう足りない素材なんてこの世にないでしょ。ほんと強かったなぁ。もうでもレベル99にこっちもしてなかったら、勝ててなかったんじゃないかな。レベル2、レベル3、レベル4、あっさりすぎる。それにしても懐かしいな。あ、もうその話いいから大丈夫。武器全部持ってっから俺。これで、ウォーウェポンストーリー100% だぜ。ここまで来たか。ウェポンストーリー見るのも楽しいんだよね。全部鍛え上げた後結構面白くてさ、まあ、全然なんかねストーリーに関係なさそうなのもあるけど、このなんか40式とか3式って書いてある武器はさ、ヨルハ部隊の武器だからさ、なんかちょっと意味深なことが書いてあったりもするんだよね。なんだっけな、3式がヨルハ部隊の旧式のタイプの使ってた武器で、 A2 とかの時代のね。40が割と新しいヨルハの武器、最新の武器みたいな感じだったはず。だからね、あの40式はヨルハ部隊に関わるようなこと書いてあるのが多くて、3式はねなんかあの旧世界の情報なんだよね全部。で3式の武器に全て共通してるのがさ、なんか切った相手に苦痛を与えることにものすごい重点を置いた武器であるっていうことだったりして、ヨルハ部隊を作った人間の性格の悪さがうかがえるよね、それを採用したあたり。これが、両手剣で体験槍のやつも、うん、苦痛がどうとか全部書いてあるんだよな。これとかもちょっと意味深だったりね。ヨルハ部隊のさ、北部12C防衛本部ってのがさ、なんかストーリーの途中でなんか出てきたんだよな。海から怪獣みたいな巨大な機械生命体出てきた時、助けてくれた人たち、まあ、最終的に機械生命体に滅ぼされたっぽいけどね。このチャンネルは現在放送されておりません。あ、じゃあそんな話じゃ ねえんだエミールのやつが見たかっただけなんだ。異星人の繰り出した機械生命体がネットワーク機能を再構築して、あ、これもすげえなんか意味ありそうだな。ことを確認、また重力系の操作を可能にしている個体も再発している。1週間前に増殖したんで、それ以前の記憶がはっきりしない。数千年前から行方不明のオリジナルは今何をしているのだろうか。エミールのオリジナルってのは結局出てくることはなかったね今回。自分より25番後ろに生まれた仲間の生命活動が止まったことを確認。確かに僕たちは増殖することで永遠の命を手に入れた。だが個々の死は変わらず存在する。複製された僕たちの記憶は曖昧だ。今日あった黒い服のアンドロイド、どこかで見たことがある気がする。
夜は舞台っぽさはあるよね。そう、黒い服のアンドロイドなんて言われると。彼女は何か複雑な顔をしていたが、僕は何も思い出せなかった。エミールと会ったことのある黒い服のアンドロイドっていうとね、やっぱ 2B9S を連想するけど、それ以外にもいるのかどうか。ただなんかさ、うん、まあいいや。なんか何言っても間違ったこと言いそう。サンキュー正宗。もう正宗のところに来ることもないな。全ての武器を強化してしまったので。